SA315 バイトラマ、SA315 バイトラマ、SA315 バイトラマは、高温と高地での運用に適合するように、アルエット2の機体にアルエット3の部品を組み込んで、開発された、フランスの単発ヘリコプターである。インドで、現在もライセンス生産されている。SA315 バイトはもともと、インド軍の高温と高、高地、 環境下での運用要求に合致するように設計され、アルエット3のアルトステイエンジンとローターシステムを強化したアルエット2の機体を組み合わせていた。SA315 バイトは1969年3月17日に、初飛行し1970年には、フランスの形式認定を受け、1971年7月に、 製造元がラマと命名した。他のアルエットシリーズと同様に SA315 バイトは旅客輸送、農業業務などの様々な用途に使用され、軍用基盤では連絡、観測、写真偵察、空中、洋上救難、輸送、負傷者搬送などに使用された。その性能から SA315 バイトは山岳地帯での運用に特に適しており、 1000kg までの荷物を吊り下げることができた。SA315 バイトは高高度性能を重要視して設計され、1969年のヒマラヤでのデモンストレーション飛行の最中に2名の搭乗員と 120kg の燃料を搭載して記録された最高高度の 7500m で離着陸をしてみせた。 1972年6月21日には、操縦士1名が登場して12,440メートルというヘリコプターが到達した絶対高度記録を樹立した。インド陸軍のチーターこの記録により実証された性能で SA315 バイトは、インド軍からの発注を受け、1971年中にインド、バンガロールのヒンドスタン航空機で、 SA315 バイトのライセンス生産が承認された。インドで組み立てられた最初の SA315 バイトは1972年10月6日に初飛行し、1973年12月から納入が開始された。HAL で生産されたラマはチータと名付けられた。エンジンを強化した発展型チータルも製造している。 しかし老朽化とそれに伴う一連の事故を受け、陸軍と空軍は2015年12月に、チェートックを含む280機の軽量ヘリコプターを、地上待機とした。そして2016年1月にはこれらの退役が、決定、これにより、段階的に廃止し、ドゥルーブとカマイナス 226T によって代替される、予定である。 1978年にブラジルのヘリブラス社がブラジルでラマを組み立てる契約が合意に至った。ブラジル製のラマはガビオンと名付けられボリビアにも輸出された。日本では東方航空や赤木ヘリコプターなどが運航していた。2018年夏に日本最後のラマとなった赤木ヘリコプターの機体が退役した。 スイスで運用される1990年製のラマ、合計24機のチーターが収益中。ありがとうございます。